話を2人から。だから、正しくもなんともないのよ。自分がだから何を感じるかなのよ。だって世の中にはさ、すっごい高いところを平然と歩いてる人いるんだもん。でもその人じゃ初めてそこへ行った時に歩けたかって言ったら歩けないんだもん。そういうのが歩けるようになるのは、だからある意味、ね、こう感覚が麻痺してこないと歩けないんだ。で、感覚が麻痺するのに対して平常心だの、普段通りって言われたってそんなもん麻痺するわけないじゃん。で、麻痺に一番いいのは欲。欲。欲の深い人ほど麻痺ができる。朝、散々お金の話してましたもんね。そうそう、欲が深くなかったら麻痺できないよ。だから麻痺ってそういうことだと俺は思ってる。100万円の思いが足りなかったのかもしれない。いや、思いが足らないっていうか、だからそこに対してその欲深くちゃいけないんだって思う風潮がある日本は、うん、あの強い人って自分の強さっていうのの根源にあることって普通にナチュラルなの。だからうちの師匠の青木さんとかジャンボさんとか見てると、あの人たちの強さを、ね、自分がなぜ強いかなんて突き詰めたことがそんなにあるわけじゃないと思う。そうするといつもその人たちにコテンパンにやられてた人間は、あの人たちにどうやって近づこうかって考えるから、あの人たちの強さの大元にあるものは何だろうと思って見てるわけで、まあ、俺いろんなところで言ってるからもう怒られるの覚悟で言うけど、ジャンボさんとかうちの師匠の青木さんってね、要は強さの根源が最近気づいたのは、俺は何が足らないんだろう、何が足らないんだろうと思ってあの人たち見てたの。最近分かったのが、あの人たちに俺が対して足らないんじゃなくて、あの人たちが人として欠落してるという足らないものがある。そうで、欠落が才能なのよ。だスポーツ選手に限らず、多分いろんな分野で欠落って才能なのよ。常識がないとか、要するに人として何か欠けてるっていうのは、それは才能なの。それ脳科学的にも証明されてるんですよ。なるほど。本当にここに小脳ってのがあって、その小脳からこの大脳って上にあって、そこ の, あのニューロンがいくつか連絡経路があるんですけど、ここは連絡しながら行動するんですけど、そこがあの超一流のオリンピックとか金メダリストにあのセンサーつけたら、金メダリストとかはそこのセンサーが、あの研究者が持ってたのはいろんなところが光ると思ったら、一流ほど1個しかシンプルにしか光らない、はい、だから余計なこと考えない。だから自分のやりたいことしか、多分それって決断だから、長嶋さんもスッと来たらバン、青木さんも上りはコン、下りはトン。これ最後で負けた若手女子が2時間ぐらいこの話聞くっていうのが、今日の天候の上にもう一つ苦行だよね。